はい、こんにちは、岡部です。僕は普段アクリルや油絵の具で作品を描いていて、絵の描き方とか、あと絵を仕事にする方法なんかを発信しています。今回は絵を描いた後のサインについて、どのような考え方とかやり方があるのか、あと僕がどうしているのかみたいなことをちょっとお話していこうかなと思います。皆さんはこう絵画作品をこう見るときに、作品のサインについてちょっと注目したことはありますか？昔の絵画作品を美術館などで見て観察していると、結構隅っこの方にこうサインが書いてあるみたいな感じなんですよね。なのでほとんどのこう絵描きさんが描き終わった後に画面の上にこうサインをしないといけないみたいに思い込んでいる場合が多いです。でも現代のアートとか絵画作品みたいな感じだと、必ずしも画面の中にサインがしてあるみたいな感じではありません。今回はこのサインの方法とか考え方についてちょっとお話していこうと思います。で、結論から言っちゃうと、サインの方法って3つくらいあって、1つ目がサインを画面上に書く場合ですね。これは割とオーソドックスなやり方です。で、2つ目がサインを画面上に書かない場合、こういう場合もあります。で、これに合わせてちょっと作品情報のこう記入の仕方とか、そういう部分についての話もあります。ちょっとこの3つについてですね、絵を描く人はここら辺を知っていると、結構仕上げとかそういう部分がかなり楽になるんじゃないかなと思いますので、ちょっと今回話していきます。で、まずサインを画面上に描く場合についてですね、これは今までのこう時代の絵を見ても一番オーソドックスな方法と言えると思います。日本で描かれたこう昔の絵でも烙印みたいなのがありますし、西洋の絵でもこうサインは描かれています。もしこう自分の作品にサインをどういう風に描けばいいのかわからないみたいな場合は、こう画面の上に描くっていうのが一番普通の方法だと思っておいていいと思います。でも一言でこうサインといっても、こうデザイン性みたいな部分をちょっと考えないといけない部分っていうのはやっぱりありますよね。漢字でただ普通にこうフルネームで自分の名前を書くみたいな感じだとあんまりかっこよくないと思います。別にそれでも全然いいんですけどね。こうした場合はサインを代わりに人に考えてもらうみたいな、そういうサービスもあるので、そういうのを使うっていうのも一つの手です。自分の名前をこう送ると、その名前でこうサインをデザインしてくれるみたいな、そういうサービスを、提供している会社ってあるんですね。サインデザインみたいな感じでこう Google とかで、ググれば結構、出てくると思います。自分でデザインをする自信がないみたいな、そういう場合は、こういう会社を、利用してもいいと思います。あとは書き方ですよね。筆でこう文字を書くの結構慣れてない人だと、ちょっと難しいのかなみたいな部分はあります。これは絵の具をちょっと多めの水で、溶くみたいな感じで、ちょっとインク状にしてから先の細い筆で書くことで、結構文字も書けるようになります。油絵の場合はこうオイルですね、水の代わりにオイルを使うので、オイルでちょっとインク状にしてから書くみたいな感じです。ぜひ試してみてください。で、サインを画面上に書かない場合、こういう場合についてもちょっとお話をしていきます。先ほど少しお話しましたけど、最近では画面上にサインを書かないみたいなことも結構あります。現代美術のこうペインティングなんかだと結構あるんじゃないかなみたいな感じですよね。僕の作品についても画面にサインをすることはありません。理由としては、自分の絵は結構3次元的なこう空間の絵なので、そういう部分にこう2次元的な情報の文字を加えたくないみたいな、そういう理由もあります。これについてはもう各々のこう絵に対する考え方とか、あと仕上げの好みもあるんで、完全に自分で決めていい部分だと思います。といっても全くサインをしないっていうわけではありません。僕の場合だとパネルにこう絵を描いているので、裏に描いてます。木製パネルの裏の部分ですね。裏の部分なので、こう目につかずに、サインを描けるみたいな感じです。絵の表面にサインを描きたくない場合は、こういう感じで裏に描くのもありです。で、次がちょっと作品情報の記入についてみたいな感じの内容ですね。これは制作した粘土や、あと使った素材とか、あと作品のタイトルみたいな、そういう部分のことです。これはサインと違って、ほとんどの人が画面の裏に記入します。これはシールとかに書いて、それを裏に貼るみたいな感じでも全然いいですし、あとパネルとかだと直接書けるので、直接直に記入するみたいのもありかなと思います。僕は割と直に書いてしまう場合もありますし、シールで貼る場合もあります。シールだとちょっと剥がれちゃうみたいな
感じの場合もあると思うんで、直に書くのも全然ありです。あとこれはちょっと忘れがちなんですけど、額装した後のこの額の裏にもこうしたちょっと情報は書いておくのが一般的だと思います。先ほどと同じく、制作年とか使った素材とか、あとタイトルなどの情報ですね。額の裏に情報を書く場合は、直に書くとあんまり良くないので、シールを使う場合が多いです。他の作品とこう取り替えたりする場合もあるので、直に書いちゃうとちょっと、ね、他の絵に変えたい時とかちょっとやりづらいんで、シールとかに書くような感じです。これはちょっと地味な部分なんですけど、覚えておくといいかなみたいな感じですね。はい、で今回はこんな感じで、サインを画面上に書く場合、サインを画面上に書かない場合、あと作品情報の記入について、この3点についてちょっとお話をしてきました。これって結構直接作品の出来上がりとかにはあんまり関わりがないんですけど、最後の仕上げとして結構意外と、大事な部分かなみたいな感じに思います。といっても僕の場合はこうなんか制作の締め切りとかでちょっとバタバタしてたりして疲れてたりすると、記入したりするのをたまに忘れそうになってしまったりもします。あと作品のこう情報の部分については、長く絵を描いていると何年に描いた作品なのかとか自分でも分からなくなっちゃう時があるので、自分のためにも描いた年度みたいなのは記入しておくといいと思います。はい、というわけで今回は以上になります。僕は普段アクリル絵の具や油絵の具なんでこう作品を作っています。高校生の頃からもずっと10年以上絵を描いているような感じですね。最近はこうほとんど毎日メルマガでこう講座など配信していて、質問とかあと相談とかも受け付けています。 YouTube ではお話していない内容とか、あと公開してない動画なんかもメルマガの方で少し配信していたりするので、概要欄の方から気になる方はぜひご登録ください。この YouTube のチャンネルでは基本的に絵を上達させたい人のための知識とか情報、あと仕事をしていきたい人のための情報なんか、そういうのも配信しています。もし動画が役に立ったっていう方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。あとブログとか SNS もやっていて、作品とか情報を発信しているので、そちらも気になる方は概要欄の方からアクセスしてみてください。はい、というわけで今回は以上になります。さよなら。